大阪市交通局66系電車大阪市交通局66系電車大阪市交通局66系電車は1990年平成2年に登場した大阪市交通局の高速電気軌道大阪市営地下鉄用の通勤系電車2018年平成30年4月の大阪市交通局民営化に伴い大阪市高速電気軌道 大阪メトロに継承された。堺筋線と直通運転先の阪急電鉄、阪急千里線、京都本線で使用されている。製造時期によって66,601回から66,612回の全期車と66,613回から66,617回の後期車に分けることができる。 従来、境筋線で使用されていた60系は、比例棒であり、一部編成については冷房装置を搭載することとしたが、内装が直通相手の半球の車両に比較すると見劣りするとされていた。そこで、比例棒で残された60系の置き換えと内装の向上を目的として、1990年、平成2年より新型車両の投入が開始された。 これが66系である。坂筋線発の VVVF インバータ制御車であり、同じく VVVF インバータ制御が採用された第3、機上方式各路線用の新20系と同じ年に登場したことから、統計列は新20系の坂筋線版と言われることある。ただし、車体外観は新20系が、 直線的なデザインで片側に4箇所の客用扉が設けられているのに対し、66系は曲線を多用したデザインで、客用扉は片側3箇所であるなど、使用路線の違いで異なる部分も多い。編成構成は以下の通り、1990年落成の66,601回から1992年。 平成4年落成の66,605回までは6両編成で製造された。1992年から1993年、平成5年にかけて、これらの編成は66,100型と66,700型が連結されて8両編成取れた。また、1993年に66,606回から66,608回までの3本が、 1994年、平成6年に66,609回から66,612回までの4本が、当初から8両編成で製造され、この時点で8両編成12本、96両の陣用とな。この時点で60系比例防車は消滅し、増備は中断された。1999年、平成11年1月から車橋への、 転落防止ホロの取り付けが進められ、2000年、平成12年10月までに、全社への施行が完了した。2002年、平成14年より、老朽化が進んできた60系冷房改造車の置き換えを目的として製造が再開された。2003年、平成15年までに66,613回から66,617回までの8両、編成5本。 40両が製造者、現在の8両編成17本、136両の陣用となった。これにより60系は全廃となり、堺筋線所属者は66系で統一された。統計列の製造メーカーは、川崎重工業、66,601回から 66, 6 6 6 1十回。 66,613回から66,615回及び66,601回から66,605回の増結者、近畿者用、66,611回、66,612回、66,616回、66,617回の2社である。二千九年、平成十一年十二月五日六日には、境筋線と、 阪急京都線との総合直通運転開始40周年を記念し、阪急嵐山線への臨時直通列車が、天下茶屋嵐山間で、各備一往復運転された。この臨時列車には、第一編成が6両編成に、現車の上重当された。また2011年、平成23年5月14日15日には、直通特急として、天下茶屋と嵐山の間で、 各尾一往復で運行された。2009年に運転された臨時列車と違う点は、方向幕表示が2009年の時は臨時で、2011年に運転された列車では、白表示で、境筋線内でも特急運転が行われた。車体はステンレス鋼の地肌を生かした無塗装で、窓状に茶色、腰部に上から大々色、白色。 茶色の細い帯が入れられている。側面の窓配置は60系を踏襲したドア間3枚、車端部に1枚、中間車の場合であるが、形状は60系の角バッタ2段式から、同時期に製造された新20系と、類似した角が丸みを帯びた1枚加工式に変更された。前面は60系の切り妻形状から、窓が大きく傾斜がつけられたものに変化した。帯は、 倉庫と、微灯、標識灯の間に入り、それより上は黒色に塗装されている。上部中央に全小灯二灯が、その左隣に行き先表示器が、右隣に VVVF インバータ制御車であることを示す、VVVF66 シリーズカーのシンボルマーク、新二十系のそれとは、図案が異なるが配置された。また、倉庫の帯部分には角型で、外側が微灯。 内側が標識灯となった塔具ユニットが二組設置された。塔具配置は直通先の阪急車と同様である。2002年の第13編成以降は若干の仕様変更が行われた。従来金属塗装だった窓上部は従来より拡大されたガラスで覆われ、側面上部の帯は茶色単色から茶帯の下側に白色の細体が追加された。 ツートンに変更された。また、屋根状のクーラーが行き背が FRP 製からステンレス製に変更され、側面ルーバー形状も変更された。また、第14編成以降は、第13編成と比べ全面上部と運転台に微妙な違いが見られる。従来終着駅名のみの表示であった、行き先表示器は列車種別が併記されたものとなった。 既存編成についても種別表記入りに順次、交換されている。種別は、急行や、直通特急の表示もあるが、普通、階層、準急以外、使用されたことはない。なお、幕式は普通と急行、フルカラー LED は普通、準急、急行、直通特急などの表示が可能である。VVVF インバータ装置の素子は、第編成以前は、 日立製作所制及び同社からライセンス供与を受けて、東芝や三菱電機が製造した G とサイリスタ第13編成以降は、東芝と三菱電機がそれぞれ設計、製造するイベットが採用された。台車は大阪市営地下鉄では初めてボルスタレス式が採用された。第13編成以降は空気バネの改良で床面高さが 前機車より 4cm、低い 115cm とされ、ホームとの段差が軽減されている。第12編成以前は、座席モケットは、ローズ色、ドア開閉時には、開示と閉時で音程が違う、ブザー音が鳴る仕様であった。1992年に製造された第3編成以降は、各車両に一箇所ずつ車椅子スペースが設けら、1991年、 平成3年までに製造された車両にも1999年に設置された。現在は、堺筋専用の車内自動放送装置を搭載しているが、第1、第2編成には心臓当初は未搭載であった。第13編成以降は交通バリアフリー法が施行されたことに伴い、LED 式客室案内表示器が車内扉上に千鳥配置され、 ウザーはドアチャイムに変更され、ドア開閉時にドアチャイムとリンクして点滅する、扉開閉予告灯が設置される、2013年頃までに、前期車にも設置など、坂井筋線の LED 灯のみ、ドアチャイムが鳴ると同時に音に合わせて点灯し、他の路線はドアチャイムが鳴る前から点灯して、展開数や点灯パターンが坂井筋線のものとは異なる、バリアフリー化が図られたものとなった。 客室案内表示器搭載車で案内表示がない箇所にもドアの開閉を知らせる。こちら側、反対側ランプある。また、乗り入れ先の阪急線内でも開閉案内が一部の駅、退避可能駅、終着駅を除いて行われている。また、座席はバケット式に変更され、一人当たりの座席幅が拡大された分、着席人数が減った10人9人。 座席モケットは、茶系のものになった。座席上部の荷棚も金網から、ステンレス製のパイプ式のものに変更され、バリアフリー化の一環として、ドア間の座席中央では、荷棚から座席下部にかけて、スタンションポール、握り棒が一本ずつ設置された。第12編成以前も張り替えによって、第13編成以降風の茶系の座席モケットとなった車両がある。全編成に、 客室案内表示器が取り付けられている。台車直上に台車点検外が設置されている。2012年6月に66,605回がアルナ車両に入場以下の改造が行われ、2012年12月3日に出場した。出場後、試運転、乗務員訓練を行い、2013年2月1日より営業運転に復帰した。なお、 新 20K では2014年度以降、更新工事に、社内案内表示機の LCD 化及び回避時の、モードオスズメ動機能追加が実施されているが、66K は2014年度以降の施行者でもこれらの工事は実施されていない。その後、 66,602回、66,603回、66,601回、66,604回、66,606回、66,607回の順に更新工事がなされている。なお、2015年11月に更新された66,601回以降は、堺筋線沿線にある天王寺動物園をモチーフに内装のデザイン変更が施されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。